皆さんこんばんは。こんばんは。ファッションタイム原宿の時間となりました。今年最後の、放送となるんですが、よろしくお願いします。お願いします。今回 MC を担当させていただく竹です。イエーイ。いないから、後ろが竹ちゃん、竹ちゃんで、竹ちゃん、はい、じゃあ小春ちゃんの方からまたいつものようにね、はい、自己紹介をお願いします。はい、はい、中学3年生、14歳の葵小春です。はい、よろしくお願いします。はい、小春ちゃんはあれだよね、はい、あの来年あどこに行くんだっけ。どこに行くの。収録というか収録、ね、来年あタイに、うん、タイのパタヤビーチにゆずきと2人で行く。2人でゆずきちゃんと一緒に、はい、頑張って。ありがとうございます。じゃあね、ちょっとゆずきちゃんの方に振って、はい、自己紹介をお願いします。中学3年生、14歳のゆずきです。よろしくお願いします。お願いします。ゆずきちゃんはタイに行って何し、仕事した後に何をしたい。象乗りたいです。象。確かにね。そんな田舎ってか、そこ象ありますね。あ、象乗りたい。バナナボートも乗りたい。はいはい、やったね。勝手に写真撮ってもらってありがとうなんて言ってるとね、お金取られることもありますけど。えあ、これは内緒な感じ。じゃあね、姫香ちゃん。はい、はい、中学3年生、15歳の中澤姫香です。よろしくお願いします。はい、姫香ちゃん、撮影でどこ行ったことあるんだっけ、海外は。バリ島とタイです。すげーなー。それどうだった。バリ島行ったことない。いや、でもタイが一番楽しかったです。なんでなんで。なんかもうバナナボートとか乗ったりして、うん、あとなんかホテルも綺麗だったし、なんか、バリ島はちょっと虫とかいっぱいいて、蚊もいっぱいいて、ね、でも話聞いてる限りもう観光だね。でも海がちょっと汚くて、海が一番綺麗だったのは沖縄です。あ、さすが日本。沖縄が一番綺麗でした。そんな姫香ちゃん、ね、今からなんととあることに挑戦します。はい、なんとですね、サインを500枚、この番組中の30分以内に書けるかどうかという。いけるよ、ね、じゃあちょっと書けないときは。書けないときはですね、ちょっと、なんとですね、皆さんにしゃぶしゃぶかカニをですね、おごってくれるという。はい、ありがとう。えい、まあ、ねサインもらえないってこと思ってるから ね、 ね、まあ、とりあえず席について、じゃあ準備してみましょう。あ、待って、もうどんどん書きましょう。じゃあそのまま、よーいスタート。待って、ペン薄？何これ。ねえ、全然頑張れ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 。あ、目がなんか入った。じゃあね、その中で2人にはね、成功しそうかどうか、またあれだね、ダメそうだったら何枚ぐらいまでいきそうか、ちょっと3人で当てようか。もしかしたらみんなが当てることができたら、ね、プロデューサーさんからあれかもしれないし、ないかもしれないし、でもね、ありますよね。あります。はい、おー。じゃあ当てるかな。じゃあ何枚ぐらいいくと思う。じゃあそこそこ、ちょっとね、2人に決めていただいて。500枚あるんですよね。 500枚中、うん、ちょっと待って、ちょっとパーって見て、このペース、このペースこのペース。あー、え、あと何枚あるんですか。あとね、あと26分。全部いく。全部か、489枚。ちょっと待って、100の単位にしようか。細かくいくと、ほら1、2、100、200、300、400、500。じゃあ400枚。400ちょい。400ちょい。400はいく。じゃあ3人の答えは400ちょい。ちょいで。ちょっとね、せこいですけど、それでいかさせていただきたいと思います。はい、これは当たるな。ちょいで当たるかね。もしかしたらちょっと500枚いっちゃう。この速さだと行く。いや、もしかしたらさ、ほら、姫香ちゃん自体もさ、食べたいからね、カニ大好きだから、わざとね、ギリギリで買えるかもしれないし。めっちゃ笑ってるけど。めっちゃ早い。じゃあその姫香ちゃん頑張ってもらってる間に、2人にはですね、今年振り返った話をちょっとしたいと思います。今年仕事とかどうだった。仕事とか、うん、何があった。表紙2つやったんです。表紙ですね、萌え子とクリームの表紙を、はい、ちょっとそこ大きく大きく、あ、
クリームともう一個の表紙を、うん、何月10月号と11月号で連続して。すごいじゃん、おめでとう。おめでとう、ありがとうございます。じゃあさ、ちょっと欲を書いて来年はどうしたい。あとでファンレター、初ファンレター、はい、ファンレター 来たんです。あ、もうそれほら、それ言おうよ、お礼を。ありがとうございました。ありがとうございます。文章の中身覚えてますか。文章の中身、なんか、うん、史上最強のとか書いてあったんです。なんか、うん、かわいい、かわいさと綺麗さを兼ね備えたなんかとか書いてあって、史上、うん、史上最強の、ちゃんと取ってありますよ、はい、ね、もう記念ですね。記念です。山口県から来たんです。すごい、ありがとうございます。ね、なんか僕関係ないけど、はい、うん、これからもっとファンがね増えるように頑張っていきたいよね、はい、頑張ります。じゃ来年どうしたい。来年は、うん、いろんなお仕事をして、うん、ファンを増やしたらなと思います。どんなお仕事していきたい。やっぱり雑誌とか。雑誌、うん、ゆずきちゃんも雑誌好き。雑誌のお仕事とか。あ、すいません、なんか中澤さん指から血が出てきました。何、え、はいはい、嘘です。びっくりした。はい、ちょっとびっくりしましたけど。ゆずきちゃんはどう、今年振り返って。いや、私今年からこの活動を始めたんです。あ、そうなんだ。あんま何月頃から。え、でもうちも違った。違う、ほら、2人で話さない。何月頃から始めた。だいたい、だいたい夏過ぎてから。夏過ぎて、で、どんな仕事してた。春、夏、秋、え、うん、どんな仕事を、ほら、例えばさ、この間取り下ろししました。おお、すごいじゃん、それ言おうよ。どうだった初めての雑誌の取り下ろしは。え、楽しかったけど、うん、けど、けどちょっとやっぱ大変です。あ、うん、緊張かな。緊張ですね。あ、はい、やっぱ現場の雰囲気慣れないと。え、でもなんか周りのスタッフさんもすごい楽しくて面白かったです、うんうん、面白かったけど、やっぱあれ、ちょっとやっぱ大変、ね、けど、はい、初めて。じゃあ来年目標は。え、なんかいろんな仕事とかに、うん、やったり挑戦して、うん、まあ春と同じようにファンもちょっとずつ増やして。もうファンレター欲しいわってやつ。欲しいです。欲しい。じゃあぜひね、待ってます。あのですね、はい、年賀状がすごい来る子は来るんですよ。へぇ、事務所に。事務所に年賀状ですか。その誰々ちゃんへっていう年賀状がたくさん来る人は来るし。じゃあちょっと3人ともね、年賀状待ってますっていう。中田さんはちょっと今それどころじゃないですね。じゃあ2人ともせーので行きましょうかね。せーの、せーの、待ってます、待ってますだけ。せーの、せーで、待ってます。あ、おみさんの中田さんにもくださいって。あ、姫ちゃんにもお願いします。皆さん姫香ちゃんに。じゃあ姫香ちゃんにぜひ言っとくから年賀状ください。はい、ください。どのくらい来るだろうね。待ってます。これもあれかな、また当てられたら何かあるの。当てる、当てたら、なんか当てたら今までね、50、はい、50枚ぐらい最高ですか。当てたらか、お年玉で。じゃあちょっと自分の当てようよ。1枚消極的だな。1枚、ゆずきさんは1枚来てもいい方で、嬉しい。そりゃ嬉しいよね。来ない人は来ない。そう、だから多分、来ない。でも始めたばかりだもんね、活動。小春ちゃんは2000枚ぐらいいく。いや、あ、もう何枚いく。100枚。100枚、そんなない。絶対ない。現実的に言ってみちゃう。ちょ現実的に言ってみよう。はい、多分5枚した5枚、うん、5枚とか10枚とか。ちょっと今ずる考えてるから、5枚より下ですっていう話で。そう、5枚より下です。そうなのか。5枚いかない気がします、はい、じゃあね、5枚いかない感じとゆずきちゃんの1枚。1枚下、はい、よろしくお願いします。お願いします。1枚下で1枚しかないじゃん。じゃあもうすぐお正月ですが、2人ともお正月の楽しみは何ですか。やはりあれですか、はい、お年玉。玉、はい、お年玉もらったら何する。何買いたい。とりあえず買いたいものがなければ、うん、貯めて受験が終わったら、うんうん、ね、受験生か。遊びます。はあ、ね、まあ、家庭的なんだねって言おうとした瞬間に遊びますって言ったからね。ね、全部使っちゃう感じですね。何買いたいの。服とか。いや、服も欲しいですね。いや、ちょっとディズニーランド行きたい、うん、いいね。みんなでね、ジェットコースター乗りたい。いっぱい行こうね。行こう、めっちゃ行きたい。みんなで行きたい。
うん、そういう話をまた今度してもらいたいし、ね、はい、はい、じゃあそろそろね、この間のドラマの話に行きたいと思います。はい、撮、はい、りました。撮りましたよ、はい、渋谷区立原宿ファッション学園の、そうですね、ドラマなんですけど、収録は終わりまして、やっとで、やっと終わりましたね。あの3部撮りまして、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今間違えた。間違えたって聞こえた。大丈夫大丈夫。気のせい気のせい。多分、まあ、あの知ってる方も知らない方もたくさんいらっしゃるとは思うんですが、簡単に説明しますと、渋谷区立原宿に、そびえ立つ創立111周年の、そうですね、ファッション学園、つまり学校ですね。でそこの中で、はい、そうです。その中の物語。そう、物語なんですが、まあ女性とかね、たくさんいる中で、成績がもうファッションとモデルのランクで決められていて、そうですね。そう、その中でね、まあそこに入るまでの物語とかもあったりして、いろいろ行って、まあそこら辺から言えないけれど、はい、まあ言えないけれど、そこからね、あのライバル心とかね、競争とかでもね、友情とかもあったり、いろんなね、ハプニングとかいろいろありまして、はい、はい、それをね、可愛いね、女の子たちが頑張ってね、この間撮りましたので、はい、ぜひ見てください。見てください、ね、じゃあね、その、はい、撮ったからこそ感想をいろいろ聞いていきたいので、はい、2人とも役名とね、感想の方ちょっと言ってもらおうかな、はい、めっちゃゆずきちゃん考えてるから後にするあ、こっち先で、はい、了解です、はい、じゃあ小春ちゃんからいこうか、名前が、はい、白鳥美玲役をやらせていただいたおいこはるです。白鳥美玲は、うん、その学園のモデル、うん、モデル、うん、なんかがトップランクの子で、ちょっとそのランクの感謝しと、まあ、とりあえず一番上のランクなんですよ。言っちゃったんか今C って言ったんだけど、はい、はい、で、うん、うん、なんまあ、うん、もう一人いる、うん、もう一人いる、名前はいいんですか、いいよ、名前はいいですか、ことのちゃんということ、うんうん、まあライバル視を持っていて、そうですね、それは、まあ、過去に何かあったから、そうそう、それは見てからのお楽しみなんですけど、学校入る前に何かあったからね、何かあったんで、うん、ライバルがいて、うん、5つ戦って、うん、心の変化がありま す, そうです、ね、成長があり、はい、その演技しながらもやっぱ成長もね、はい、実際演技してみてどうだった、いや難しかったです、でも合ってたよ ね, ね、みんなに合ってたって言われたんです、すごい頑張ってたし、今とは雰囲気すごいガラッと変わるからさすがだと思います、すごい違うと、うん、それまたね、生活と全然違 う, うやっぱランクが上ということで、2人ともね、あの僕がウォーキングを指導して、はい、はい、二人ともすごいね、頑張ってくれて、うん、もう本当もうね、僕通常はあれなんですね、普通、うん、仕事であの水泳の先生とかやってるんですけど、その感じでね、二人ともすごい頑張ってるなと思って、そう、いつの間にかファンになってます。ありがとうございます。で、そろそろいけるかな？いや違う、あのセリフ、言葉は別にいいんですけど、ちょっと自分の役の、うん、名字が仙道だよね、仙道、仙道言っていいんですか、いいよいいよ、仙道かな役をやらせていただきました、ゆずきです、うん、かな役は、かな役はそのさっき小春も言ったことのちゃんといつも一緒にいて、でそっからまあ言えないんですけど、いろんなことをしてって、まあこのそうだね、まあ、仲いいグループ ともう一人の優等生グループの戦いのうちの仲いいグループの方だよね、そうそう、まあ、仲いいグループでの、まあ、そういう友情とかのこともあったり、そうです、ね、うん、今はすごい仲いいけど、演技中は2人ともバチバチな感じだもんね、でもあんまり、うん、戦うのが琴乃ちゃんの方なんで、うん、あ、そうだね、琴乃ちゃんとのまあ、グループ戦も、グループだと、まあ、これ言っていいのか分かんないけど、グループ戦的なこともね、あるけどね、はい、うん、でも、なんもないからね、
接点がないんですよ。接点ないですよ。接点作ろうね、ちょっと。なんか、そう、琴乃ちゃんと、もう一人の、そう、3対3だもんね。そう、3対3なんで、もう一人の、まあ、りんちゃんっていう子が、と接点があって、ないんです、この子。そう、うちだけないんですよ。あ、そうなんだね、そういえば。ないんですよ。あんまり、あんま掛け合いないもんね。演技中もなかなかなくて、ないんです。ちょっと悲しいです。セリフがなくて2人で話す、2人で話すセリフが、そうだね、その2人しかなんか、あ、もう2人で話すことがないよね、うん、ない、確かに、うん、実際演技してみてどうだった？いや、なんか、もうちょっと難しくて、軽くちょっと棒読みになっちゃったなっていうところもあるので、そこはちょっと見逃して見逃してもらえない、軽い、流し目で、優しい目でちょっと見逃してください。初めてなんだね、演技、はい、そう、初めてですよ、はい、2人とも、ああ、そうなんだ、ちなみに僕もです、はい、みんな初めて、その割にね、2人ともすごい上手かったよ。いやどう、やっぱ、あれ、あの、ね、3部あるから時間経つごとに少し演技に慣れたりした？あー、2日目、あの、私は 2回しかできないんですけど、うん、やっぱり2日目の方がやりやすかったですね、1日よりは、うん、慣れて、確かにね、見ててなんかもう入れ替わるもんね、なんていうんだろうね、雰囲気がガラッと変わるもんね。変わりますね。もう今のこういうね、2人とも可愛い感じじゃなくてキリッとした優等生にファッて変わるから、さすがだよね。カットった瞬間ファッてなっちゃう、はあ、力が出てるもん。でもね、ここにいないね、他の可愛い子たちもみんな切り替わるもんね。いろんな役があるんで、もうぜひ楽しみですね。カラッと変わっちゃいますね。来年とかはどう？なんかね、プロデューサーさんがこの渋谷クリス原宿ファッション学院次回作もあるので、はい、おお、もう決まってそうですね。で、今回のはですね、なんと DMM の、 あのトップのバナーの方に貼らさせていただいて、おお、ここら辺に貼らさせていただいてですね、なんと2月14日バレンタインの日に限定で、バレンタイン、はい、DMM で100個限定で発売するので、よかったら買ってください。100個ですよ、100個限定です、限定ですよ、100個、ね、それ以外にも PV とかも撮ってきますし、これから、はい、これからね、また、うん、次回作とかだとどういう雰囲気、今のその役よりこうしたいとかある、言っていいですか、うん、役変わっちゃうパターンもありませんか？役変わっちゃうパターンあるかも、ね、なんか、うん、あるかも、あるんですよ、言われたんですよ、うん、私がってことじゃないですか。あとライバル校がね、出てくる。え、ライバル校です。ライバル校、これは僕も初耳ですけど。それ私も初耳です、今。なんと、ライバル校が出るという衝撃の話。あれは今知りました。ね、初めて。お、今半分になりました。おー、すごい、すごい、これはちょっと変えません、ね、500いきますよ。いきます、500。いきます、ちょっと変えましょう。いいよ。500、いきます。いきます。いこう、いく、いくと思う。500いきます。ね、すごいね、ルールどんどん変えちゃうけど、はい、500いきますということで、いきます、また直前でルール変えると思いますが、はい、500でとりあえず、早い、すごいね、早いね、そうですよ、もう同じだもん、こことさすが、できたのと中澤だったらもうね、10枚ぐらいリリースしてますからね、まあ、さすがね、上とは違う、違う、プロですそう、ライバル婚が出ますね、ライバル婚が、ちなみにライバル校か、じゃあ予測してみようよ、どんなライバル校だった、なんか、うん、私の方がすごいですよみたいな、いつもドヤ顔してそう、あ、うん、なんか、うん、きっと多分ね、この今僕らがやってる原宿ファッション学院とは違う雰囲気の、だから今のこの学校の雰囲気ってどんな雰囲気だろう、なんか個性的、確かに、一人一人違う役で、院長先生とかもかなりね、あれは多分個性的だもんね、全部がみんな一人一人の個性が集まってできた学校だと思うんで、うん、これは次別の学校は、まあ、なんか一体感ありそう、もしかしたらさ、ヤンキーしかいない学校かもしれない、うわ、怖い怖いないけどね、多分ね、ライバルですからね、確かにね、そんだけ強い、やっぱり同じレベルの学校なんじゃないですか、うん、確かにそこは、うん、一体誰が相手役として来るのか、表参道
はい、女学院の表参道女学院かっこいい近いですねだいぶ目と鼻の先でライバル校なんだなるほど、うん、またね表参道なんて違ったことでライバルねえ誰がやるんだろうか、はあ、また集めますよ頑張ってくださいそして僕らの役がどう変わるのか、ね、変わんないかもしれないし、はいはい、ちなみにですね僕はあのオカマモデルウォーキング講師役をやらさせていただいたんですけど、まあ、演技も初めてでねもうそのオカマウォーキング講師という役にもちょっと、ね、ちょっと微妙なそう、ね、雰囲気が分かんなくて難しかったですね、はい、もうズタボロで、はい、ちょっとそこもね同じ感じなんですが、ね、どうだったどうだったって聞きづらいけどはいえなんか、うん、普通いやでも、ねうん、なんか多分、うん、見れば、うん、思うと思いますそのおかまなんだなみたいなおかまなんだろうなってなありがとうフォローなのなと思います、はい、ありがとうございます次回どういう訳していきたいかね全然わかんないここでほら宣伝しておくとさ監督さんがんっできればこのままこのままゆずきちゃんはこのままですかね、うん、かなちゃん役で合ってるからこはるちゃんはでもこのままでもねじゃ変えようがないよねなんかですやりやすいですこの役めっちゃだよねあそうなんだそうなんなんか分かんないけどやりやすくて、うんうん、このままでもいいと思いますすごいみんなが合ってるって言ってるもん、ね、そうみんなに多分10人中聞いたら、うん、多分じゃちょっとさ2人ともファンサービスでさ、ちょっと雰囲気だけやってみようか。え？いける？いける？え、何を準備が？ちょっとその役の雰囲気を。うちこれじゃない？こういう座り方だよね。そうだね。名前がなんかもう名前からしてこういう感じの。鮮度感。なんか座り方でした。そう、はるちゃんはちょっとね、お嬢様的な雰囲気だよね。座りやすい。じゃない？うん。うんそうだね。偉そうな感じだね。ちょっと偉そうだけど、実力があるからね。この声で多分。そうだね。今ちょっと恥ずかしがってるけど、これにもうね。無表情でそのまま。ピッ。キリだよ、キリ。キリッ。おそんな感じだね。めっちゃうね。かなちゃん、ちょっと行ってみようか。かなちゃん。え、もうこのままですよ。まあ確かにね。なんかもう名前からして。ただ、結構素の自分と近かった。近いと思う。近い。なんかもうその立場的にもちょっと自分の、うん、立場も近かったわけ。なんかそんな感じだよね。私ほら心が広いんで、あんまりこう人に自分で言ったね。あんまり人に人にそういうことしないんで、できるだけ自分抑えるタイプ。多分人には言わないけど話は聞いてあげるとかそんな感じかな。うん、まあたまに乗っちゃう。乗っちゃう。乗ってあげる。乗ってあげる。心広いもんね。はい、心広いもんね。うん、でもね、本当いい子なんで、ね。ちょっと見てください、これ。はい。だいぶおぉうわすごいこれほら、500万いきますって。いきますね、これは。頑張って。ちょっと頑張って。すげえ。カニを食べたいと思います。カニを。頑張って。頑張れ。頑張れ。頑張れ。すごいですね。24時間テレビみたいになったの。本当ですね。いや、でも生でこんなに500枚ですよ。500枚500500すごい5枚じゃなくて500ですからねそうですね僕5枚かけるかと思っていやすごいな大江さんとね、ゆずきさんもまあやることになるんですけどだんだん、ね、なんで不器用だから私無理ですよでもほらね多分姫香ちゃんも最初の頃はねいやまだでもまあ早い方です最初からできたのできるすごいなプロです生まれながら生まれながらのプロゆずきちゃんもそのうちこれやるから覚えてもらってやるってあれね番組中にやるわけだからねこういう状態これをやるんだよ無理だごめんえ誰にやまたこれをやめちゃんかい小春ちゃんどうできそうそうだよね顔ができそう顔ができそうなんか役だったらパパパってやってできそうだけど、うん、いけるよできないんですよなんか通常の雲も意外と変わってるハル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 とかでえ、ずっとひらがなですかカタカナでカタカナこれこの人ねアルファベットですね姫姫姫へぇいやでも変えてるめっちゃ適当になってきてる
かわいい。これ、これの写真が。あ、島田さん、それはちょっと見せていただくことは。もらえれば。そう、ちもらいたい。終わったら。終わったら宣伝できる。もらえればいいんだけど。今、ところはシークレット。頑張れ。終わると100ぐらいかな。あとほら、あと5分ぐらい。やばい。6分ぐらいですね。頑張れ。頑張れ。いける。いけるよ、いける。最悪ギリギリね。変更というルールがあるからね。まあそうですね。さっきも借りルール、ルールもう自由に。自由に。もう完全に当たるやつじゃん。まあ当てといた方が。そうですね。まあそんな感じで、はい。そんな感じもクソもないけれど、その原宿ファッション学園なんですが、あの着て中に出演されているこのファッションの投票などもあるので、あります。服のね。ファッションとか見てもらいたいね、はい、まあほぼ制服とかしかないんですけど、うん、制服だっか制服みんな個性が溢れてて、うん、そうかぶらないんですねかぶらないんですよかぶってないんですよみんな、うん、一人一人違くて、うん、でその中の制服の投票みたいなのもある、ね、制服だけじゃなくてねやっぱ着こなしてるっていうのがモデルさんなんでありますね、まあ、服を着こなすっていうのが、まあありますね、それも含めて投票をねしていただきたいですね、はい、お願いしますそして柴内さん投票1位の子には一体何があるんですか、はい、なんかしましょう、叶えましょう。おおこれはきっと今までにないかなり、もしかしたらグアムとか、ハワイとか、フランスとかあるかもしれないですね。そんなところで撮影できたらね最高ですよね。最高ですね。でもね仕事ですからね、はい、落としますけど最後に確かに。そういえばさ、俺さっき話振ってたけど、来年あ、そうですね。スルーしたな。そうそうそう。俺がスルーしたってこと。ちょっと。そう来年。僕っての答えてない。来年の目標。そう目標目標。え答えてたって。あれしたっけ。してました。あ、そうですよ。こんなことをやって、なんかファンをもっと増やしていきたいですって。そうだ。それの具体的なのを聞きたかったんだ。いろんなことって何？具体的。そう。いろんなこと。うん。雑誌の撮影とかってなってなかった？あ、言ってたね。雑誌の撮影。てかそれかなり増えてたね。俺やばいね。ですよね。大丈夫ですか？ゆずきちゃんは？え、私も言いましたよ。雑誌って言ってて、何の雑誌とかある？え、出れたらもう何でもいいですよ。またまた。ちょっとじゃあちょっと欲書いちゃうよ。え、欲ですか？欲書いちゃう。欲だってほら目標だから。どこからって感じ。どこから？ん？え、できる限りちょっと上の、うん、上の方のまで方のいっちゃいたいとタイタイとタイとタイとタイいっちゃうかもしれないかもまあそんな感じですね。あ、二人ともあれだよね、雑誌とか出つつ版ドラマの方も出つつ他には何やるんですか。何やる。あ、歌とかライブ。あ、そうだね、ライブライブこっちがタイムのですね。確かに。またエフェクス出したいですね。エフェクス出したいですね。出したいですね。確かに。うん、頑張ります。もう頑張って。来年はいろんなことでもやって、ね。目覚ましく多分成長を遂げると思うので、皆さんも見ていてください。お願いします。あとあの、はい、原宿ファッション女学園の、はい。写真集を今お願いしてた。あ、そうなんですか。そうなんですよ。またそれも初耳だけです。すごいですね。またね、ランクを今日2個も初耳が。そうですね。番組途中にもう生で初めて聞くことばかりでした。多いですね。2回目じゃないですか。写真集。岡田さんは今年の冬、TBS 出たんで。あ、そうなんですか。おお、すごい。さすが。ちょうど1年前に、はい、寒い中撮影して。お疲れ様です。でもね、プロ根性からので沖縄から帰ってきてすぐその次の日撮影だったんです。うわー、つらい。死んでました。すごいね。つらいね。だからこそ500枚ちゃんとちょっと待ってください。はい。変更しますか、どうしますか。そうですね、ね、あと1分という報告がありました。400兆に今やっぱ戻しましょう。400兆に戻しますか。450ぐらいぐらい。どっち、上か下か。いや、もうね、下、いや、上、450上。上ですね、はい、じゃあ上ということで。見てみ。はい、え、でもさっきの僕らの答えはそれで決まりました。じゃあね、この結果はですね、でしょ、やっぱ450下で、下で、はい、450下で決まりました。下が、はい、で、この結果は来年放送の時に発表します。します、はい。
大丈夫、あの頑張って20日かな、その辺にやります 3週目にやります。はい、じゃあ3週目に放送したいと思います。そういう感じで皆さんすごいドラマの方も頑張っているので、よかったらね、可愛い女の子たちを見てください。見てください。じゃあ皆さん来年もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんさようなら。さようなら。良いお年を。良いお年を。